あ、今回も始まったぞ。和田摘みの波に乗れ、爽快Zラジオ。ラジオドルフィンウェーブ。みんなお待たせ、ついに3回目が始まったよ。前回はゲストも来てくれて盛り上がったよな。そうそう、崎宮選手と戸城選手が来てくれたんだよね。楽しかったね。今回も前回を超える勢いで盛り上げていくからよろしくな。よろしくね。この番組は和田摘みやジェットバトル、そしてジェットバトル選手であるドルフィンたちについてより深く知ろうっていうスペシャルなラジオだよ。パーソナリティはラジオ DJ の花形村早真汐とラブパワー、ハイパーアイドルのともちんでお届けします。いつハイパーになったんだ真汐ちゃん。何か言ったかな。あ、何も言ってないぞ。それよりフリートークタイムだ。最近の和田摘み情報何かあるか。和田摘み情報、あ、そういえばこの前フェニオのすごく大きなぬいぐるみ見かけたよ。ともちんよりも大きくてさ、すっごくふわふわなの。へー、そんなに大きいと運ぶのも大変そうだ。一体誰が買うんだろうな。ともちんのおしゃれな部屋に置いたらフェニオの可愛さがより引き立ちそうじゃない。え、友の部屋ってあの汚い。こらこら、アイドルにはイメージってものがあってね。つねるのはなしだろさあ、では皆さんお待ちかね、今回のゲスト紹介に行ってみましょう。今回スタジオに来てくれたのは歴史と伝統のある企業ひむか重工のベテランペア、鋼選手と紅梨選手だ。鋼大月だ。ラジオの出演は初めてだが誠心誠意盛り上げていく。よろしく頼む。次は有利だ。打ち合わせ通りにな。はいはい、紅梨有利だ。以上。二人ともよろしくね。じゃあそれぞれ自己紹介頼むぞ。ああ、改めて鋼大月だ。空手と薙刀をたしなみ、そこそこの腕はあると自負している。ひむか重工のライダーであり UMI マシンの開発責任者でもある。好きな食べ物は地鶏だ。私からは以上。次は有利だぞ。足を組むな。ちゃんとしろ。名前は紅梨有利。ひむか重工ではガンナーで武器開発もやってる。趣味はもちろん銃をぶっ放すことだ。とにかく武器をいじるのが好きだな。あとはまあいろんなやつをからかうのも好きだぜ。あんたらもからかいがいがありそうだな。なんかいたずらの標的にされてない？ちょっと収録中は困るな。収録中じゃなくても困るって。安心してくれ、私が見張っているうちは有利に手出しはさせん。なんだよ、ちょっとくらいならいいだろ。ダメです。最初のコーナー読み上げてね。はい、せーの、突発ひむか俳句会。俳句だ。そう、力を合わせて俳句を作っていくコーナーだよ。詳しい説明は紅梨選手にしてもらおう。はい、これが台本。ったく仕方ねえな。まず真汐と友、私と大月のペアに分かれる。決められた中の句に合うように一人ずつ上の句下の句を考える。一斉に回答してペアごとの俳句の出来栄えを見る。だってさ。あれ、ともちんたちもやるの？まあそう台本に書いてあるしな。ちなみにペア同士の相談はなしだ。そもそも俳句ってどんなんだったか覚えてないって。俳句とは五七五から成り立つ決まった形の詩だ。本来なら季節を表す季語を入れるが、今回の企画では入れなくても大丈夫だ。必須にすると混乱しそうだしな。よし、じゃあスケッチブックも手元にあるし早速やっていこう。仕方ないな、適当にやるか。よし、最初は上の句の担当は紅梨選手とうち、下の句は鋼選手と友だ。決められた中の句は和田摘みの波だぞ。シンキングタイムスタート。
和田摘の波か。何にしようかな。ふむ、おそらくここは部屋同士相談もできないし、うちらしさを出すか。こんなもん適当に思いついたやつだ。よし、じゃあまずはひむか重工の二人から発表してくれ。ねえ、あたしの髪の句は夏の夜のだ。パッと浮かんだやつにした。私の下の句は音聞こゆとした。波といえば音が思い浮かんだのでな。完成したのは夏の夜の和田摘の波音聞こゆだね。え、あまり詳しくないけど結構イケてるんじゃない。景色も浮かぶし音も聞こえてきて、なんだか引き込まれるな。本当に相談なしでやったのか。もちろん相談はしていない。どうなることかと思ったが、意外と形になるものだ。なかなかやるな、ユーリ。ちゃんとまとまるのかよ。なんかつまんねえな。ラジオペアはどうなんだ。うちの髪の句は熱いぜだ。ともちんの下の句は冷たいねだよ。はあ、じゃあ完成形は熱いぜ、和田摘の波、冷たいねじゃねえか。なんだこれ傑作すぎるだろ。熱いのか冷たいのかどっちなんだ。相談しないんだから普通こうなるでしょう。ひむか重工ペアがおかしいんだよ。髪の句が字足らずなのは何か深い理由があるのだろうか。それは普通に忘れてただけだ。真面目に突っ込まないでくれ。ひむか重工ペアが夏の夜の和田摘の波音聞こゆで、ともちんたちが熱いぜ和田摘の波冷たいね。センスの差がすごい。鋼選手かなり風流なんだな。いやいや、ラジオペアには負けるよな。お月、そうだな。そちらの雲それぞれの個性がはっきりと見える。とにかくよし。褒められてる気がしない。じゃあ気を取り直して2つ目の俳句を作っていこう。今度担当するのはさっきと逆の句だよ。上の句が鋼選手とトモチン、下の句が紅梨選手とマシオちゃんだよ。決められた中の句はジェットバトルのだぞ。このラジオらしい俳句ができそうだな。じゃあシンキングタイムスタート。こんなん頭使うのも面倒だな。これでいいだろ。もうこうなったら勢いが大事だよな。よし。ジェットバトルを俳句に取り入れるとは面白いな。ジェットバトルといえばトモチンの自供かな。はい、じゃあまたひむか重工の2人から発表です。どうぞ。私の髪の句は完成とにした。ふと観客の声援が思い浮かんでな。私の下の句は水しぶきだ。単純でいいだろ。そうなると完成形は完成とジェットバトルの水しぶきだな。おお、またいい感じなんじゃないか。スタジアムの熱狂とかジェットバトルの迫力まで伝わってこない。すごい。なんでそうなるの。なんだよ、はちゃめちゃになるのを期待してたのにさ。いい詩になったな。ラジオペアはどうだ。ぜひ聞かせてくれ。ともちんの髪の句はアイドルとだよ。うちの下の句はラジオだぜだな。やっぱパーソナリティとしてはラジオをしたかったし。そうなると完成形はアイドルとジェットバトルのラジオだぜになるな。やめてくれよ。二人の俳句面白すぎるって。このラジオの紹介俳句みたいになってるね。風流とはほど遠いな。てかアイドルの主張強すぎだろ。いやいや、アイドルはラジオに欠かせないって、これ常識だよ。どこの常識で喋ってるんだ。とにかく結局出来上がったのはひむか重工ペアが完成と
ジェットバトルの水しぶき、うちらがアイドルとジェットバトルのラジオだぜ、だな。並べられるとやっぱりセンスの差がすごいね。私はラジオペアの俳句の方が好きだぜ。笑える方が絶対いいからな。そうだな、誰が作ったかすぐに伝わるというのも大事だ。ラジオの宣伝でこの俳句を使ったらどうだ。それはさすがに恥ずかしいから勘弁してほしいな。おいやめろ、スタッフ、ゴーサイを出すな。ともちんはやっぱりムカ重工ペアの俳句が好きだな。バラバラに作ってるのに迫力まであるってすごいよね。ああ、やっぱりジェットバトルのペアはこうやって息が合っていくのかもな。日々の練習の成果がこんなところにも現れるとはな。かなり興味深い。俳句作りも特訓に取り入れるか。おい、余計なこと考えるなよ。ラジオの企画が選手の練習の役に立ったら結構嬉しいな。前向きに検討しよう。検討すんな。はい、じゃあ話がまとまったところで、まとまってねえから、次のコーナー行ってみよう。ラジオドルフィンウェーブ、わだつみアンサー。このコーナーはリスナーのみんなからお便りを募集して、疑問や質問にともちんたちとゲストの2人が答えていくコーナーだよ。今回もたくさんのお便りが来てたみたいだ。みんないつもありがとう。早速1通目のお便りに行っちゃおう。鋼選手よろしくね。よし、任せてもらおう。最初はペンネームテラドルフィンさんからだ。武器開発の責任者の紅梨優里さんに質問です。私宛てか、いいぜ、何でも来いよ。好きな重火器は何ですか、だそうだ。あー、確かに紅梨選手といえば銃ってイメージがあるよな。さっきの紹介でも言ってたよね、この場で銃をぶっ放してやるぜって。そんな過激なことは言ってなかったと思うぞ。それで紅梨選手の回答は？そうだな、重火器にはそれぞれ良さがあるんだよ。だから基本的には全部だけど、まあ強いて言うならガトリングだな。なるほど、確かに有利が銃をいじっている姿はよく見るが、いつも違うものを触っているな。ああ、どれも好きなんだよ。まあ一番打ってる感じが気持ちいいのはガトリングだ。よし、じゃあ次のお便りは紅梨選手が読んでくれ。仕方ねえな。ペンネームナムナムさんからお便りが来てるな。お付き合ってみたいだぞ。何でも答えよう。鋼お月さんが師範代を務めている和田積道場の規模が知りたいです。門下生は何人くらいいるのでしょうか、だってよ。言われてみれば詳しくは知らないかも。鋼選手の道場のことは知ってるけど、門下生の人数までは知らないな。では回答をどうぞ。ああ、少し難しいな。実践形式の武術はあまり広めるものではないので、弟や妹に教えている。たまに日向重工の選手にも教えているな。泉や黒瀬、そして有利を招いて鍛錬することが多い。有利はサボってばかりだがな。気が向いたらやってるからいいだろ。よくない、ちゃんと真面目にやれ。ああ、すまない、話がそれたな。道場では和田積みの子供のために軽い鍛錬や護身術を教えるのが主になっている。それだとおよそ 2,30 人ほどの規模になる。へえ、護身術か、ちょっと興味あるな。ともちんもか弱いアイドルだから、護身術とか身につけた方がいいかな。か弱い、か弱いの。二人ならいつでも歓迎する。よければ日向重工の鍛錬にも参加してくれて構わないぞ。あの鬼みたいな鍛錬を受けたいのかよ、正気か。鬼みたいな、ちょっと遠慮しようかな。遠慮はいらない、いつでも待っているぞ。検討します。じゃあ最後のお便りはともちんが読んじゃうぞ。ペンネームフェンデさんからいただきました。
ひむか重工の皆さんに質問です。和田積みの中でも特にお気に入りの場所、人におすすめしたいスポットなどはありますか？だってそれはうちも気になるな。具体的に教えてくれると助かる。私はもちろんひむか重工の工場だ。銃のデザインもやってるし、重火器の製造ラインがあるからな。あそこは一日見てても飽きないぞ。超マニアックなおすすめが来た。ともちにはわからないかな。まあこの良さは私がわかればいいんだよ。それは果たしておすすめスポットと言えるのか。鋼選手はどうだ。おすすめの場所か。私はやはり道場になるな。鍛錬にはあそこが一番だ。体だけでなく心も鍛えられるからな。これも鋼選手らしい回答だな。やっぱり護身術興味あるな。鬼みたいな鍛錬やりたいのか。やっぱり無理かも。そう物おじするな。苦しさを乗り越えれば達成感が生まれるぞ。二人とも苦しいのは嫌かも。よし、和田積みアンサーの時間もそろそろ終わりだ。このコーナーではリスナーからのお便りを募集してるぞ。うちらやドルフィンたちに聞きたいことを何でも送ってくれ。たくさんのお便り待ってるね。ラジオドルフィンウェーブ。あっという間だけどエンディングの時間だ。時間が経つのは早いな。ちゃんと番組を盛り上げられただろうか。そりゃもうバッチリだよ。ほらともちんというアイドルもいるし。あ、特にアイドルっぽいことしてなかったよな。事実陳列罪はやめてください。よし、ゲストの二人は今回の感想を一言ずつ言ってくれ。まずは鋼選手。有意義な時間だった。ラジオに出るのは初めてだからどうしたものかと思ったが、無事に乗り越えられて何よりだ。これを聞く人も楽しんでくれていると嬉しい。次はクレナス選手どうぞ。まあ出られてよかったんじゃないか。銃の話もできたし、ラジオペアの面白い俳句も聞けたしな。あんなに笑えるならまた出てもいいぜ。二人ともありがとう。俳句については触れないぞ。さてこの番組ではリスナーのみんなからお便りを募集してるよ。和田積みアンサーへの疑問や質問でもお悩み相談でも、ゲストにやってもらいたい企画案でも OK だ。お便りの送り方を紹介するね。ツイッターで送る人はハッシュタグドルウェブラジオをつけてツイートしてくれ。メールで送る人は懸命にハッシュタグドルウェブラジオって記入して、メールアドレス fm-wadatsumi@marv.jp まで送ってね。お便りが採用されると番組特製ステッカーをプレゼントするぞ。いっぱい送ってね。さてここでうちらからのお知らせだ。今ジオラマコンテストを開催しているぞ。作品の応募は6月6日までだ。うむ、力作ばかりが集まっているようだ。選考は難儀しそうだな。ジオラマな、小道具がたくさんあればいろいろ遊べそうじゃないか。例えば銃とかな。銃ばっかじゃ困るけど、小道具っていうのはいいアイデアかも。作品の幅が広がりそうだよね。ならパパッと配っちゃえよ。その方が面白そうだろ。それいいな。よし、みんなに配布しよう。というわけでジオラマで使用可能な銃を配布するぞ。詳細はドルウェブ公式ツイッターを確認してくれ。みんなの作品待ってるよ。それじゃあ寂しいけど今回はこの辺でお別れ。お相手はラジオの申し子村早真汐と鋼大月と紅梨優里とみんなのアイドルともちんでした。次回も楽しみにしててね。バイバイ。